まあ、最後は数字なんですけど、ただ人間の目もかなり間違いは少ないような気がします。だから例えば数字でいくら良くてもやっぱり目で悪いとやっぱりそれは微妙に直すことはあります。それがもう1ミリ2ミリの世界です。ラッシュの時に電車たくさんの方が乗っていらっしゃいますけれども、その人たちからいろいろ思うところあるのかもしれませんけど、当たり前のように電車乗っていただいて不安にも思われず電車乗っていただくのが、これ何もラッシュに限った話ではないですが、自然に乗っていただける存在に慣れているのが本当は一番素晴らしいことなのかな。すごく地味な話になってしまいます。怖いです。それはもう絶対誰もがあるはずなんですよね。でもそれがふっとなくなっちゃった時に事故って起きてるような気がする。でもやっぱり気をつけようっていう気持ちはあるから、この気持ちはずっと忘れたくないなっていうか、これを大事に持っておきたいなっていうような、腕テクニックで運転しないっていうような感じです。雪の日なんかも油性剤撒いて滑らないように、あと出入り口道を確保して、一回滑っちゃうとツル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 しちゃうと思うんで、駅の中だけじゃなくその周りのあと環境も考えながら安全に乗っていただくために